磨き上げ、優勝を目指すガチで、部活をみんなに楽しんでいこうぜ、エンジョイで。私たちはこのアローズモットを提案します。モットは振動、光、音、そして加速度、位置の5つの環境です。一番言いたいことは、このシンプルな機能を組み合わせることで、このガチでもエンジョイでも両方エンパワーできるっていうことなんです。この大きな社会問題を解決するために、私たちはタベッタラというシステムを提案します。子どもが C を使って現在の冷蔵庫を掴む、食べたもの、廃棄してしまった食品の可視化をします。私たちはこのアイデアが家庭の食品ロスに対する意識を変え、食品ロスの削減に貢献ができると考えています。食育食べた、食育食べた、食育食べた。荷物を少しでも減らそうとしても、意外と全て必要なものだったりします。そんな時、水筒ってものすごく邪魔に思いませんか？ロビーマグが中高生の生活をのびのびしたものにしてくれるでしょう。いつでもどこでもシーンに合わせて容量を変えることができるリップクリーム式、飲み終わったら小さくできます。ロビー鉄人な小さな魔法瓶の大きな変化、体験してみませんか？白いウェアを履いた時に中のパンツが透けて見えてしまうという、学校生活では支障をきたしかねない問題について注目しました。私たちが白いウェアが透けてしまうという問題を解決するために考えたアイデアは、テッドです。白色顔料を生地に加えることにより、光の反射率を大きくします。空気と光の反射率の差を大きくすることによって、光が乱反射を起こし、白でも透けないようになっています。私は中学生の時に約8ヶ月間入院していました。患者と親友がつながることで特別感が得られるアイデアを考えました。それがこの酵母です。このスクリーンで映画やテレビなどの画面を共有することで、親友と2人で同じ場所にいる感覚を味わえます。入院してしまう女子中高生に酵母で他の誰にも作れない特別な思い出を親友と作ってほしいと思います。モノコトイノベーション2017ファイナル、その頂点に輝いたチームは、ニューウィンドー。放課後とかに4人で顔を合わせるたびに、あ、これからモノコトだっていう切り替えの時が、私は一番なんか嬉しくて、どんどんどこまでも成長できる場所だなって思います。学校とかとは違う自分を出せる場所みたいな。どうも。このモノコトイノベーションっていう企画に参加することによって、こう自分は本当に何をやりたいのかってことをしっかりと見つけることができて、それをモノとかコトとかにすることができたので、こう今後人生でいろいろ失敗していくだろうときに、このモノコトを思い出して、ここで乗りこう頑張ってこれたから、その時も頑張ろうみたいな、そういう気持ちになる原点。未知な選択肢とかを教えてくれる場所でした。勉強ができるとか、部活動の成績がいいとか、そういうところでしか人を判断してなかった部分っていうのがやっぱり自分にもあったし、自分もいかにその勉強ができるようになるかとか、そういう数値にとらわれてた部分があって、今回のモノコトイノベーションでは、まあ、確かに1位2位っていうのがあったけれども、私たちがノビーマグが好きみたいな感じで、その10位にとらわれない、そのなんかもうみんな違ってみんないいみたいな、そういう世界があるし、社会はそういう風にできてないといけないんだろうなっていう風に思いました。